全員経営者のロックバンド。そんなグループが今まで日本に存在していただろうか。オールメンバー、オール CEO、 全員社長バンド、デュアル。そのバンドはボーカル翔太の持つ不思議な引き寄せの力によって偶然集まった4人の社長により結成された。30代半ばに差し掛かる彼らがなぜバンドを結成し、なぜ3年で武道館ライブという無謀な夢を掲げたのか。今宵はデュアルオリジナルメンバー4人を徹底解剖し、その理由に近づいてみた。ザ・デュアル、4人の社長と武道館への挑戦、メンバー紹介総集編。この番組は共栄工業株式会社、株式会社キコーの提供でお送りいたします。最愛の母へ最高の恩返しを。2年後武道館絶対に行くぞ。2年後必ず武道館に行きます。行けるよ。引き寄せの体現者、ミスター・デュアル。ジュエリー会社経営、ボーカル翔太。若き日より起業した会社は東京都をはじめ全国にフランチャイズを展開。年商数十億の売り上げ、格闘技イベントのライジンなど有名大会のスポンサーも行う。そのパワーの根源は無類のスピリチュアルマニア。神に祈り素直に行動していくことこそが成功の鍵と信じる翔太。その情熱は時に場所や人を選ぶことを知らない。デュアルです。自分たちは3年後必ず武道館に行きます。今日のライブ絶対成功させるぞ。どんな場所であろうが、誰であろうが、自分の夢を語ることは恥じない。そんな怖いもの知らずの翔太には武道館を目指す大きな理由があった。まあ、自分は中学校の時に、まあ、散々迷惑かけて高校卒業して就職もせずにフリーターで交通事故を起こした時も、まあ、一緒になって謝ってくれて感謝してます。当然、まあ、それはちょっと事件が起きて誘拐されてお金取られて会社が一回なくなった時も、まあ、支えてくれて本当に感謝してます。で、今最大の親孝行と自分の夢を重ねてちょっと申し訳ないんだけど、まあ、お母さんのその元々の旦那さん、今亡くなっちゃったけど、は歌手だったということで、そのお父さんが成功できなかった歌手、俺が成功してこれが親孝行になればなって本当に思ってるから、必ず舞踏会に連れていくんで信じて応援してください、はい、お願いします。迷惑をかけた母に最高の親孝行。見た目の派手さに隠れたひたむきな心は、そんな感謝の思いから生まれているのかもしれない。最愛の母への思いを背負い、翔太は武道館に行くことができるのか。愛する家族と最高の人生を。よろしく。頑張ろうね、うん、一緒に。パパ頑張ってよ。パパ頑張って。頑張るよ。愛してる。愛してる。デ
デュアルの大黒柱、制作会社経営、ベースリーダー宮田、性格温厚、絶対的達成主義、デュアルのまとめ役であり、グループで唯一のメジャーバンド経験者。そんな異例の実績の彼が経営する制作会社フィールソーフリーは、数十名ものクリエイターが在籍し、数々のアーティストの MV や企業の新しい映像を生み出し続けている。そんな宮田には、社長、バンドマンに加え、もう一つの一面があった。あ、これドライヤー？お？ドライヤーだ。うん、卵焼き、うん、こうやって、うん、ニックと、なんだっけ、ホップスジュースだっけ、だよね。ニックと、ホップスジュース、なんかフライパン。パパ、ここはおもちゃの箱だから、うん、シールとか貼っておいたよ。そうなの？自分のカヌーしたの？すごいじゃん、カヌーは。カヌーライブやる？うん。いつライブする？うん、パパと二人の、うん、こっち、パパと二人の時やるの？うん。そう、ね、海外出てきましょう。でもどうせ海外でもまたなんかやるでしょ？やるよ。なんかさ、ちょっとゆっくりしようと思わないの？で、今ゆっくりしてたらどうする？若い時にね、やんなきゃダメですよ。42ぐらいまでだな。43で会社はもう渡すから。経営、バンド、育児、自分の周りが幸せになるのであればと決め、始まったことは責任を持ってやりきる。そんな宮田の精神が、デュアルという異端児が集まるバンドを成り立たせる秘訣なのかもしれない。愛する家族の未来、仲間たちの夢、バンドの夢、その3つを背負い、宮田は武道館に行くことができるのか。未来の子供たちに夢を、大きな背中を見せて子供たちに夢を持ってもらえて、子供たちが、どんな年齢でも、夢を挑戦できるような姿を見せていきたいと思いますので、よろしくお願いします。永遠の夢追い人、学校経営、ドラム和光、バンドの核となるドラムを担当、楽観的で何事にもポジティブ、メンバー一バンドの練習に取り組む和光だが、自身が経営するビジネスの世界でもそのストイックさは現れていた。私の夢はですね、ここにいる従業員の皆様と一緒に作り上げた教育事業、福祉事業をですね、全国にこの整備学園を展開するのが、自分の、夢です。ですね、昨年度のですね、新卒、中等の採用をですね、積極的に行ってきました。エントリー数ですね、375名の中、38名の就労移行支援事業所、機械管理ではですね、1名の増加という形になりました。こちらですね、まだまだ放課後、そして福祉事業部と連携してですね、障害者手帳、療育手帳、受給者証を持っている子どもたちが、高校生活を通して高校卒業資格を取得できる学科を作りました。だからですね、皆さんと一緒に作り上げた教育事業、そして福祉事業を全国展開してですね、未来の子どもたちの成長を一緒に見ていきたいなと思っております。ですので、ぜひですね、5年後の整備学園、そして10年後の整備学園、そして30年後の整備学園、楽しみにしていてください。いや、でもやっぱり一体感を出す、で僕たちがやっぱりしっかりコミュニケーションを取る流れは作るのもそうなんだけど、結局それを作ったことによって、スポンサーさん同士がつながっていくっていう流れを作る。だから、まあいい会場だし、まあいい
こういう、企画は作ってるけど、やっぱり軸は僕たちの人っていうところになると思うので、うん、まあ、そういうのからつながっていけばいいかなと思うので、まあ、今日はかなり重要な会だと思うのでやっていきましょう。夢を与える人間だからこそ夢を見続ける。会社と子供たちの未来を背負い、和光は武道館に行くことができるのか。諦めた夢を叶える最後のチャンス。多分人生最後のバンドで、うん、まあ人生最後の大勝負みたいな感じになるかなと思ってて、うん、バンドのクリエイティブを支えるデュアルの頭脳、音楽会社経営、ギター拓磨。メンバーで唯一関東圏外に住み、富山県、石川県を中心に音楽やイベント、映像演出などを手掛ける会社を経営する音楽プロデューサー。企画発想を得意とし、制作物においては時として非常に厳しい一面を見せることも。自分のメンバーをそうやって言うのは、まあ、ぶっちゃけ 放送事故レベルだな。もう俺大阪のライブ聞きましたけど、マジでヤバかったなって思って。ワンミニ。まあこれもうあれですよ、ボイトレの時点でやっぱこういうとこ詰めてきてもらわないと絶対きついですね。でもう時間も今日3曲なんで、ここはもうしっかり本当にボイトレの時点でピッチ、そのためにあのガイドも送ってると思うんで。何事にも妥協を許さないその姿勢には過去の深い思いが込められていた。どう見えるんだろうなと思って、そのさすがに俺らの年で、うん、こうバンドを始めて、まあ、昔の夢を追っかけることに対してみたいな。いや全然、いきなり武道館って言い出したらちょっとお大丈夫かってなるけど、まあでもずっとやってきてたからね、音楽は、うん、携わってきてたわけじゃないですか。やれよみたいな、うん、やってたじゃん、やれよっていうぐらい。まあちょっとこんな感じで見届けてくださいよ。あの日どうしても立ちたかった舞台が大人になった今再び目の前に現れた。往年の夢、最後の大勝負。拓磨は武道館に立つことができるのか。結成から1年半、4人で走り続け目標を達成してきたデュアルの次のステージは3000人ライブ。この大舞台に向け3人のフランチャイズボーカリスト、プロデューサーが1人加わり、新生デュアルが今動き出す。千葉テレビをご覧の皆さん、こんばんは。オールメンバーオール CEO デュアルです。我々、たまたま社長が4人集まったロックバンドです。今年からはフランチャイズ制度も始まりました。はい、そして、僕たちデュアルは、8月25日豊洲ピットにて3000人ライブを企画します。これは本当にですね、大きな壁で皆様と一緒に乗り換えたいと思ってます。1000人に関してはなんとか自分たちの人脈と自分たちのファンの力でできたんですけれども、3000人、2年で3000人、絶対に今この千葉テレビを見てる人の力は必要です。もしテレビを見ていいなと思った人は1回でもいいんでライブ来てください。絶対に幸せにします。よろしくお願いします。お願いします。